こんにちは、早川洋平です。石原明の経営のヒントプラス、今日も前回に引き続き東京某所より公開収録でお届けします。石原先生、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。さあ、今回はですね、40代のフリーランスデザイナーの方からいただいています。早速入ります。石原先生、早川様、いつもポッドキャストの配信を楽しみに拝聴しております。検索で偶然ヒットし、聞き始めた菊間が経由で、ありがとうございます。経営のヒントプラスのことを知り、現在に至ります。菊間が毎回楽しみにしております。ホームページにアップされている経営のヒントプラス、すべてのバックナンバーを繰り返し聞きながら仕事をしています。自分が20代の頃にこのことを知っていたら遠回りしなくてもよかったのに、組織の中で動くとき、私の発言行動に間違いがたくさんあったのだとハッとしながらも、まだこの年齢でも改善できることは山ほどあるはずと、先生のお話を自分の中で反芻し、日々の課題解決に生かしています。私は現在40代フリーランスのデザイナーをしております。同世代のクリエイター、ウェブデザイナー、ライター、フォトグラファー、グラフィックデザイナーなどとの間で最近話題に上るのは、フリーランスクリエイターの今後の生き残りについてです。出版など紙媒体の仕事の減少、制作単価の下落、クラウドソーシングによる価格破壊、簡単に制作物を作れるクラウドサービスやソフト、アプリにより知識や経験がない方でも気軽にクリエイターを名乗れる時代になりました。人工知能による自動化など、今後労働集約的な仕事は淘汰されるという中に、クリエイティブな仕事、例えばウェブデザイナーなども含まれています。変化の激しい時代に、これからも仕事を得ていけるフリーランスデザイナーであるために、私が考える対策は以下の通りです。A、 自身のブランディングや作風の独自化で指名されるクリエイターを目指す、何でもよの卒業。 B、 制作物を収めるという仕事以外で、例えば講師業など今のスキルを違う形に展開し、複数の収益モデルを持つ。 C、 スキルの高いフリーランス同士の連携で、一人では成し得ない精度の高い仕事と価値を提供できる仕組みを作る。私は一昨年くらいから試験的に実践しているのが C です。フリーランス同士が有機的につながり、雇用関係なしにプロジェクトを運営していける形を模索しています。これからこの時代が来ると考えており、法人格にし、人を雇用、事業を拡大するというスタイルではなく、ミニマムな最小単位でありつつ、必要な時に合体ロボのように大きくもなれ、都度必要なスキルをのみ集められるような働き方がしたいと思っています。雇用関係なしに人を束ねていくことの難しさは痛感していますが、対価という価値提供以外のこの仲間とやる面白さで、映画オーシャンズイレブンのように一人一人光る個性を持ったメンバーを集めるために何かヒントをいただけたら幸いです、ということで。はい、クリエイターですね。でもこれ、早川君って意外にこういう感じで仕事してるんじゃないの、ね。まあでも反省点も多々ありますけどね。でもやっぱりクリエイターと名乗る人が増えてきて、まあそういう時代なのは確かですよね。あと、そのこの質問にあるようにさ、雇用の仕方とか組織の作り方とか仕事の集団っていうのは確実に変わってますよね。だから会社組織そのものが昔は大きい方が良かったけど、今大きいことがいいかどうかっていうとちょっとまた違うもんね。そうですね、これでも実際先生に伺いたいんですけど、この方その、ね、先ほど3つ考えてる対策 ABC ってありまして、その中でも C、 スキルの高いフリーランス同士に連携していく仕組みってありましたけど、まあ、その他にもね、自分の専門分野を伸ばしてったりとか、全く別なそのクリエイター以外のもの、例えば講師業なんかもやってみるってありますけど、先生実際これご覧になってどう思われますか。まあ、この他にも多分いろんなことできると思うんですけど、これ A も B も C もそれぞれやり方によってはできると思うね。で、 A の自分自身のブランディングや作風の独自化で指名されるクリエイターを目指す、何でもいいの卒業っていうのは、これやるとしたらとにかく顧客の選別ですね。顧客の選別、そう、まあこれ個人でも会社でもそうなんだけど、ものすごく冷静に考えると、その人のキャパ、リソースをいっぱいにするための仕事量っていうのは、頭で想像するよりも実は多くないんですね。だから気分的にはなんかすごいたくさんのことしないとダメそうな感じなんですけど、例えば得られる収入や、そもそもいくつの仕事だったら同時並行できますみたいなことを考えた時には少ないんですね。で、会社の数って250万社とか300万社ぐらいあるじゃん、そうそう、なんかあの1000も2000も仕事取んなきゃみたいなイメージがいっちゃうんだけど、実は定番化した会社を3個か5個取ったらもういっぱいいっぱいでできないっていうのが現実なんだよね。だからそこを自分のスキルとか能力とか顧客の質とかを合わせちゃって、そこに深く入っちゃえば
かなり収益性の高い仕事が担保できるんじゃないって思うんですよね、うんうんうん、で焦んないで顧客の選別すればできますと。で、うん、選別をしてそこに入れば入るほどその分野なりその業種なり業界なりの知識が増していくでしょ、うんうん、であれって言ったらその あれですねとかこれってあこれですねそれって言ったらそれですねっていうのが実はすごい価値になるんで、うん、あれって何でしたっけみたいな、うん、それみたいな言うといやそれっていうのはさあこうで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 この時間の割愛っていうのがさっきの質問もね冒頭の挨拶もそうだけど、うん、とにかく速さが問題なので説明してる時間がコスト的にはすごくロスになるというふうに考えれば、相手の会社が優秀であれば優秀であるほどあれとかそれとかこれっていう形容詞が説明なしで入ったら入りますもんね、うん、一見怖いけどそのマクロに行くんじゃなくてミリ単位でやればやるほど、まあ、そういうふうにちゃんとできるってことですよね、絞り込めば、うん、マーケティングエージェンシーって聞いたことある？マーケティングエージェンシーっていう個人でもそういう生き方があるんだけど、これは何かっていうと、例えばプロダクツなんかをメーカーとかね、いろんな企業とかがものすごい大勢に対していろんなブランド持ってると、まあ、分かりやすいと乳製品の会社さんがあるチーズを作りますとかね、あるいは飲み物の会社がこの1個飲み物を作りますってなった時にね、すごい面白いことが起きて、社員さんが3年とか4年でどんどん入れ替わっていくんですよ、大企業って。で責任者も2年に1回とか3年に1回変わるんだよね。そうすると意外なことにそのマーケティングエージェンシーっていうのはそのブランドに対してアドバイスしてるっていう人なんだけど、アドバイスしてる会社ね。そうすると新しく切った責任者に対して誰が一番そのブランド知ってるかっていうとね、社員じゃなくてそのマーケティングエージェンシーになっちゃうんですよ、うん、でこいつがね立ち上げた時に数百万だったのが数億円とか数十億円ってなっちゃってる場合もあって、実は1個のブランドを担保してずっと寄り添ってると、もうそれに対する歴史は実は社員誰も知らずにそこのエージェンシーなりその人しか知らないって場合が大きいんですよ、うん。僕昔ディアゴスティーニっていうさあそこのそのディアゴスティーニの商品提案する会社があって、まさにそうだったね、うん、本社が海外なんで海外からいろんな人が入り替わりで帰ってくし、日本のスタッフもどんどん変わるんだよね。そうするともうそこの会社しか覚えてないんですよ。あと依存になっちゃってどこよりも誰よりも知ってるから外せないみたいな存在になっちゃって、すっごい儲かってたけど、うん、とかいう感じがあるね。でそこを目指せば面白いですね、うん、まあ、そういう意味でも顧客の選別ね、伸びしろのあるみたいなね、うん、まあ、そういうのもできますね。だから B の制作物を収めている仕事以外に、例えば、あ、そうですね、これはあれです、得意なものを2つか3つ持つってことですよね、うん、これで雇ってるけどこれもできるしあれもできるから僕を採用してくれればワンストップで全てできますよってなると、うん、3人雇うところを1人がでも共通で分かるから全部できるみたいなね。教育もできるし現場も動かせるし物も売ってこれるし講師もできるってなればそれはだってね、うん、お得だもんねっていうのあるしね、うん、だそれはさっきのその A の その自分のクリエイティブとかで絞り込むことと、その実際にそのクリエイタープラスアルファでできるものを可能性として持つっていうのは別に矛盾しないってことですよね。両方やっていいってことですよね、うん、相手から見た時にその方が得ですよね。幅もありますしね。あ、じゃあ僕ちょっとあそこ行って講師してきましょうかって、してくれんの、全然平気ですって言って、その講師としての評判が良ければ、うん、講師料別に取るっていうのもベースのフィーが高くなるね、うん、とかね。それってもうちょっと突っ込みますけど、まあ、言葉悪く言うとその器用貧乏になる人と、ここをこの B のうまくできる人の境目というか、その辺はどうなるんですかね。まあ、だから1個の武器じゃなくて2つ3つの武器をあるレベルを超えて持てばいいんだよね。うん、よくまあ、いろんな相談されるんですね。例えばコーチングすごい勉強したんですとか、このコーチングでなんとか独立したいんですけどっていう場合に、僕よく言うのはコーチングは後ろに持ってった方がいいよって言うんですよ、うん、でコンサルもできるけどその後ろ側でコーチングもできると結構バリューが高くて、うん、変な話コーチングでビジネスするよりもコンサルタントって言って入った方がフィーが取れるんですよね。こうなんていうのかね、弁護士でコーチングの技術持ってるみたいな方が絶対いいんですよ。そういうふうな作り方をブランドとしてすればいいよね。それが2つとか3つとかあればいいよね、うん、そうですね、確かに、うん、
これこの方はねとしては特にその3つ目先ほど言いましたけどスキルの高いフリーランス同士の連携で一人で成し得ない、うんまあ、チームとしてって、うん、その辺で最後にも書いてますけど個性を持ったメンバーを集めるために何かヒントっていうことありますけど、うん、これはね何を絶対やんなきゃいけないかっていうと集客力ですね。お客さんを自分で見つける能力があるんだったらそこに入った方がいいです。で自分がそのお客さんを捕まえられる能力がないだったらしょうがないからその下に行くか前の2つしかないですね。一回捕まえたお客さんをなるべくバリュー高くして使いつけてもらうってことですね。で面白くてこういうその個人で仕事をされている方これ経営者もそうなんですけど営業力なりマーケティング能力があればビジネスのバリエーションってすっごく伸びるんですよ、うん、営業のスペシャリストっていう人もそうなんだけど目の前にお客さんがいれば売ることができる人がいっぱいいますね。だから誰か連れてこいと目の前に連れてきたら絶対に俺はクロージングするぜって人はいっぱいいるんですよ、まあ、保険のセールスなんかみんなそうね。で問題はその人がいくらその目の前の人を倒せても目の前に人を連れてくる能力がないことには実は勝負にならないんですよ。いくらバッターボックス立とうと思ったって球飛んでこなかったら打てないでしょっていうさ。ということはビジネスっていうのは何かっていうと集客なりマーケティングなりをして仕事の発生を握るってことですね。ここができたら実は一番強いです、うんはい、なので個人で営業力を磨くもしくは集客の仕組みを作った上で、うん、この立ち位置に入ると一番強いです、うんうん、でこれね実は企業側からもフリーランスの人を使う時のリスクっていうのがありましてそれは何かっていうと安いからいいじゃんって思うかもしれないけどその人しか知らなくてその人が交通事故になった瞬間に業務が止まっちゃうんですね、うん、だからある程度以上の会社さんっていうのはやっぱり組織形態でないと使いにくいっていうか使えないんですよ。リスクが大きすぎますよね。そうそうそう。逆に言うとね個人で働いてる人っていうのはほら経営者には労働基準法が適用されないんでしょ、うん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 、まあ雇用者じゃないだから一人ブラックがいくらでもできるわけじゃん、うん、それを前向きにやってるから雇う方と雇われてる方が同一人物だから好きなことできるんで、うん、っていうことはコストがいくらでも下げられるっていうことなんですよね、うん、ところが誰か一人を採用した瞬間にその人の生活をこっちが担わなきゃいけないんで、うん、ある一定のコストになるんですよ、うん、でもここがまた難しいとこで一流の企業と仕事をしようと思うと、うん、一応そのノウハウが属人化してないことが求められるね、うん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 、だから組織だし実はコストもそれ以上で当然ですよねっていう二重形態になっているんですよね、うん、でとは言っても同じことが担保できればいいんでだからプロデューサーみたいな形になってその人がちゃんと理解してて担当者その担当者も複数動かせるってなれば両方のいいところが担保できてなおかつ安くできる可能性があるよね。だから生き方とか組織の作り方としてはこれ面白いと思うんですよ。ただそこに行くとしたらビジネスを発生させる能力がないといけません、うんうん、まあそれもまた例えばさプロジェクトだったらさ年間に5個か10個で OK だったら営業力で担保できますね、うん、コミュニケーションが良くてその仕事の成果で紹介してもらうってことで5個か10個をその人のリアルな能力でほぼ継続して生み出せるんであれば後ろにチームが作れますね、うん、でこれはもうちょっと多いとある種のマーケティング系のことをやりつつ仕事を常時発生させるっていうことができれば非常にこれは成功する確率が高いです、うん、ただそこでものすごく大事なことが一個あるんだけど何だと思う？そこできますか？そのチームを構成して仕事を発生させるときに、うん、肝があるんだよ。でもやっぱり一人その引いてみれる人が必ず必要ってことじゃないんですか？そんなシンプルな話じゃない。引いてみて何するの？うん、つまり引いてみないといけないんだけど引いてみた結果何しないといけないの、はい、引いてみた結果その制作にどっぷり入らずにきちんとディレクションする人、うんまあ、そうなんだけど、うん、実はね今の話で分かったと思いますけど仕事を発生させる能力ってすごい重要なんですよ、うん、で難しいんですね。でどれくらいのフィー設定が本来妥当かどうかっていうと仕事を発生させた人が5割ぐらい持ってってもいいんですね、うん、
で実際に仕事をする人は半分のフィーをもらう。だいたいこれがねビジネス上の一定の割合です、うん、ところがねこの割合でいっちゃうとどういうことが起きるかっていうと、これ正しいんですよ。だっていくら仕事できたって発生させなければ仕事ができないですよね。手を動かしたり物を作るってことはできないから、仕事が発生するっていうのはいかにありがたいことかってことなんだけど、なんかわかんないんだけどね、この合法のバランスでいくとね、理論的にはいいんだけど、だいたい組織が崩壊するんです。作り手の方が文句言い出すんだね、うん、あの人何もしないでって言うんですよ。私たちだけが仕事をしているとか、ね、だいたい組織の中でも営業と製造って喧嘩するじゃん、うん、じゃあお前売ってこいよって言うとかってなるじゃん。でただビジネス的にはよく分かってる場合はそれで感謝してくれるんですよ、うん、ただよく分かんない人が多いので、この比率をどうするかっていうことを微妙にコントロールしないと難しくて、うんうん、だからまあ最初のうちはまあ5-5からスタートするしかないかもしれないんだけど、ビジネスが完成していくときにはこの比率を製造者側にだいぶ渡した方が今度組織が離れなくなるんですね、うん、だから全体の中のフィーとその人がいくらで生活できるかっていうのと取り分みたいなものに関しては、うん、できうれば営業してあげて働く側の方にたくさん目に払っていくと非常に良いです。でこれはどうやって考えるかっていうと、その業種の通例の数字よりも明らかに良い、うんうん、とかね、うん、そこはねチューニングが必要かな。それは別にクリエイティブな業界だけに限らないってことですか、全てに言えるってことですか。もう全体に言える。だから営業ができるっていうことが実はビジネスの発生なんで、ものすごく重要なんだけど、現場でサービスする方が暴れ出すんだな、うんうん、だってデザインしたの僕じゃんとか言うんだよね、うん、昔会社員時代そう思ってました、うん、え恥ずかしながら。えなんでなんで。つまりその制作してる側で、うんまあ、営業の方が取ってきて、うん、なんでそんな、だからそれこそ半分持ってくんだとかやっぱ思ってました ね。ただまあ独立すると大事だなっていうのはむしろ分かるようになりましたけど、そう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 、だ基準はどこに持っていくかっていうと、うん、大体そんな感じなんだよね、うん、だから極端に言うと7-3とかね、7渡しちゃうとかね、7をもうその政策というか、そうそう、あるいは母数を上げちゃって8-2ぐらいだったら絶対離れないから、だからあの優秀な人は8渡しちゃうとか、離れられなくなりますよね。そう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 、逆に言うと。そうすると今度こっち側が向こうを支配できるような感じになる、ね、だからそれはちょっとこう認証高くしといて、どこまでやるかっていうのとですよね。え、何そんなに渡してくれるのって、地球上で一番いい人かもしれないって言うんだけど一番性格が悪いからそういうバランスを作る、うん、損して得取れみたいな感じですね。そうすると、うん、その辺の駆け引きが上手に分かれば、うん、でもこれもさっき言った営業力があるかどうかとかマーケティングの仕組みが強烈であればできることなんだよね、うん、だこの3つを選ぶのがいいんじゃないかな。すごい深いですね。これクリエイティブな話だけじゃないですね。なんかこれからの時代ポッドキャストの無料版の領域を超えてしまっています。プレミアムですね、はい、これぜひ。なんかこうやってやったらうまくいきますきっと、うんはいね、また質問者の方いらっしゃるかもしれないですが、ちょっと後でもしね、はい、いれば聞きづらいかもしれないですが聞いてください。ということで経営のヒントプラス次回も引き続き公開収録でお届けしたいと思います、はい、石原先生ありがとうございます、はい。